ピッチは絶好のコンディションです。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第8節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。いよいよ試合開始です。主審笛を吹いた。15分経過。ヘッドで合わせた。これはゴールキック。スタンド狙ってんのか。走り込んできた。敵に当たってしまった。コーナーキックになります。ポストに当たった。ドリブルの右側、果敢にスライディング。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半戦開始の笛です。アンビリバブルゴール。待ちに待った先制点が入りました。いい時間だ。おっと、ファウルを取られました。
後半15分。リロードのようなボールタッチ。これはコーナーキック。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。入った。ゴール。ブリリアントゴール。ここで確実に得点を奪います。ただいまのシーンもう一度振り返ってみましょう。動き出しが素早いです。選手のピッチサイドで打つ。なんてアートだ。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。オフサイドにはならなかった。見落としと頭でつないで、シュート。最後のところで崩せない。ヘッドでつなぐ。味方が探しますよ。フォローが遅いですね。ファーサイド。キラーパスになるのか。シュートゴー。マーベラスシューバービューティフォーゴー。素晴らしいゴールです。得点は4対0。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。動き出しが素早いです。空中戦。華麗なドリブル。これはコーナーキック。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。圧倒的な強さを見せつけました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ、大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。